ニューストピックスです。今月8日から10日にかけて金沢市の市ノ木芸品館で工芸フェスタが開催されました。今日はこの話題について社会部の児玉記者に聞きます。よろしくお願いします。お願いします。こちらの工芸フェスタ、まずどんなイベントなのか教えてください。はい。 工芸フェスタは金沢の工芸を見て触れて楽しむイベントで九谷焼や金箔の体験ブース工芸品の販売コーナーに多くの親子連れが訪れました。電動ろくろを使った金沢九谷の茶碗作りや加賀友禅の技法を使ったトートバッグの絵付けなどが行われ子どもたちが真剣な表情で作品を仕上げていました。 こちらのイベントではその工芸品に実際手で触れることができるというのがいいですよね。はい。椎野木陸地では様々な工芸品を販売する工芸マルシェが開かれ、合わせて52のブースでくた焼きの器や手作りのアクセサリーを来場者が品定めしました。工芸が奏でる金沢の音をテーマにドラの響きを楽しむコーナーもあり、小雨の中にも多くの人が訪れていました。 そしてこちらのイベントでは金色の自転車も登場したそうですね、はい、会場では金沢市の公共シェア自転車まちのりに金箔約200枚を貼り付けたのり5台の試乗体験も行われました完成披露セレモニーでは相川一郎副市長らが白のりにとって登場し若手職人が主体となって制作した特別車を PR しました。 来場者は金色に輝く車体にまたがったり写真を撮ったりして楽しんだようです。報告新聞にもこのの金箔自転車が、うん 写真出ていましたけれども、うん、本当にきらびやかで観光客の方をはじめ <laughs>、えー、町の方も喜ばれたことでしょう。まあ、初日の8日いろんなイベントが重なりまして本当にに連休らししいにぎわいわなりました、ねはい、8日は同じく椎の木迎賓館で市の金沢食文化フェスタが開かれたほか市役所庁舎前広場で金沢国際交流祭り市役所大日本庁舎で金沢 SDGs フェスタが開催されました。 各会場をめぐり歩く人も見られ、高楽シーズンの浄化町を賑わせました。それぞれどんな催しだったのか教えてください。はい、三十回目となる金沢国際交流祭りには三十五団体が参加し、さまざまな国や地域の文化を紹介しました。カナダは SDGs フェスタでは県内の企業や団体が四十九ブースを設け、SDGs の取り組みを発信しました。 来場者は茶葉のはり売りや洋服のリメイク、比較外野菜を使った菓子などを楽しみ、環境に配慮した暮らしを考えました。小玉記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。